瞬間をショップチャンネル。さあ今日もお茶いこうがスタートいたしました。今日のお茶いこうはちょっと辛いです。なぜかというとですね、読みますね。今日は今見ている視聴者も参加できる番組にします。特別企画ショップチャンネルマニアッククイズって書いてあります。クイズと言ってもただのクイズではありません。ショップチャンネルマニアッククイズです。多分ね誰も興味ないと思います。私の企画ではないので、ということで一生懸命スタッフが考えてくれたのでやらせていただきます。ショップチャンネルマニアッククイズ、テレビを見ている視聴者参加型でございます。クイズ。私根津はプロレスが大好きです。これ本当です。私の大好きなプロレスラーは誰でしょうっていうか、知りたいですかこんなこと。ごめんなさい。ヒント1、よいしょ、じゃじゃーん、新日のプロレスの選手です。今はもう引退してます。でも時々バラエティとかも出るので知ってる方もいらっしゃるかもしれません。ヒント2、覆面レスラーです。こんなこと聞いたのかもしれない。どうでもいいって思ってますよね皆さん。ですね、本来ショップチャンネルこの、お茶いこうは投稿で成り立っています。こちらの QR コードにかざしていただいて投稿していただくんですね。それでここで読ませていただいて投稿採用された方にはランダムで1枚こういったお茶いこうのステッカーを差し上げています。でこのキラキラステッカーが入ることがあって、これはレアアイテムです。そして毎週、テーマを、これもお客様から視聴者の方から募集していて、今回のテーマはもみじちゃん様から、今年こそは〇〇したいというテーマをいただきました。テーマの方にはこの金のお茶いこうステッカーを差し上げています。ということでクイズの答えの前にちょっと読みますね。お客様に助けていただくのはこういうことです。パッチャ様、今年こそはお茶いこうのステッカーを全色コンプリートしたいです。そのためにはまず頑張って投稿しないといけませんね。もうパッチャ様に全部あげちゃえ。あげてしまえ。この、ね、色違いも全部私の一存ではできないところがちょっと辛いところで。じゃあ次、どんどん投稿してください。投稿本当にお待ちしております。次、鈴ママ様からネズキャストにお願いがあります。なんだろう。斉藤キャストはやる気スイッチを入れていましたが、私には病気が吹き飛ぶくらいの活を入れてください。私は今療養中ですが早く元気になって社会復帰したいです。でもショップチャンネルが見れなくなるのはすごく残念です。あ、そうか、社会復帰したらお仕事とかが忙しくなってショップチャンネルが見る時間がなくなっちゃうかもなっていうことなんですね。もうこんなことなんてのお安いご用でございますよ。病気が吹き飛ぶくらいの活を入れてください。じゃあ1カメに向かっていったらいいですか。いきますよ。はあ、病気退散。こんな感じでいいでしょうか。こんな感じでいいでしょうか。結構気合い入れてやらせていただきました。ありがとうございました。プロレスっぽく、そろそろクイズの答えとか出した方がいいんでしょう。もうちょっと読みます。もうちょっと、もう一個ぐらい読みます。お酒大好き様、気が合うかも。缶キュウリを作るぞ。ビールやワイン、日本酒が大好き。量を飲むわけじゃないけどほぼ毎日飲んじゃう。朝は今日は健康的に過ごすぞと禁酒日を心に決めるのですが、夕食を作っているとこのメニューには日本酒だなと飲酒モードに突入。すごいわかる。だって美味しい。せめて週一は頑張るようにキャストさんに誓います。これ私じゃないですよ。私去年の夏すごい暑かったじゃないですか。本当に毎日ビールを2リットル飲んでたんですよ。そしたら秋になった時の健康診断で、なんか問診かなんかだったかな、初期の肝硬変までって危ないじゃない、脂肪肝って言われたんです。脂肪肝っていう要はフォアグラってことなんですよ。それでちょっと本気で考えてやめようかなと思っていた時に、私今実は筋トレをすごい週に1回パーソナルトレーナーの方についてちゃんとお金払ってやらせていただいていて、ちょっとねお尻がプリッとしてきたんですよ。そんなことが言いたかったわけじゃなくて、そのトレーナーさんに教わったのが、お酒を
解毒するというか、あの体の中で中和しますよね。あのその時に使う酵素と、それから筋肉を作ったりとか、あの脂肪を分解したりとかする酵素っていうのが同じものが使われちゃうので、お酒を飲んでると、せっかくこんなにすっごい頑張って筋トレをしたのに、無駄じゃないけどすごいもったいないんですって。それを言われて、じゃあやったその日はお酒を飲むのをやめようってしたんです。で48時間その お酒を解毒するために体がすごく働いちゃうので、できれば翌日もやめた方がいいんですよって言われて、2日すっごい筋トレしてるので頑張ってやめたんです。そしたら3日目もなんかちょっともったいなくないですか、2日やめられると、と思って、今実は週末しか飲むのをやめたんです。そしたらね、そうこの私がですよ、そしたらね、すっごいまずお腹がぺったんこになりましてね、でお尻がプリッとしてくるじゃないですか。ちょっとナイスバージン、ちょっと近づいていて、あのそうすると、そういうなんかこう見た目に、あこれやめたらこんないいことがあるんだなっていうのが分かると、結構やめられます。なので誰かに何かの誓いとかで、全然無理です。私も全然そんな、今日は飲まないぞとか夫に言ってても、やっぱいいや、だって美味しいんだもん、今日も仕事頑張ったんだもんとかって言って2リットル飲んでいたので、何かねちょっとそうやめてみて、そうトレーニング仲間を作るとか、やめるとなんかこんなにいいことが、あのねむくみはすっごい取れますよ、お酒やめると。毎日飲んでる方は多分すごいわかると思うので、そうなるのかと思って、ちょっと試してみたらどうですか。あのもしやめられなかったら、またここで活用いただけますから、ぜひダメでしたとかどうでしたと教えてくださいね。お酒大好き様、お酒大好き様って名前だから忘れないから大丈夫。あそろそろクイズの答えですか。わかりました、クイズの答えはですね、重心サンダーライガーです。知ってる知ってる、燃やせ燃やせーなあれですよ。もうすっごい大好きで、あの東京ドームに昔々見に行った時に、その頃ってあの新日 あのジュニアがなんかちょっとたるんでるみたいな感じの空気になっていて、あの私ごめんなさい、本当にマニアックなので誰も興味がないと思うので、ちょっと早口になっちゃいます。皆様の時間を取らせるのが辛くって、あのそれでたるんでるって重心サンダーライガーが、俺がなんとかするみたいな感じな空気になっていて、出てきた重心サンダーライガーっていつも赤いあの衣装なんですね、こうやって仮面かぶって、それがその日は1月4日だったかな、その日は真っ黒な衣装で黒サンダーライガーになっていて、すごい強くってキャーってなってました。でも結構ヒールも好きで、もうちょっと話していいですか。あのヒールも好きで、もう20年前に亡くなった方なんですけど、あの冬木っていうあのプロレスラーがいてね、あの理不尽大王って言われてたんですけども、その冬木の手下が邪道下道っていうのがいて、邪道下道さんは今もまだちゃんとレスラーとしてちゃんとやってらっしゃるんですけども、冬木さんは亡くなったんですけど、なんでそのもうねヒールの走りみたいな、あの蝶野がまだヒールだーとかって言う、ちょっと前ぐらいからもう結構あの俺はヒールだーって言って、あのプロレスなさっていて、プロレスって結構ほら割とこうガチでやってますよみたいなの前面に出すじゃないですか。だけどその時の冬木さんはあの多分公然とプロレスは見てる皆様を楽しませるための芸だって言い切っていて、俺はこのヒールで芸をやるんだみたいなことを言っていて、理不尽だよって言われていて、もうその生き方がすごいかっこよくって大好きで、もういつもじゃあな芸だもっとやれってすごいやってました。あのこんな感じでもいいんでしょうか、皆様こんなんで楽しいんでしょうか。時間があと41秒、あじゃあ告知だ告知だ、今年は〇〇をしたいというお題でやっています。あれ違うの、えこれは合ってるんですよね、私もう一回やるのか、どうぞ皆様の投書であのクイズをなくしてください。私本当にあのすみません、今日はあのなんかねあのあペラペラな内容、私もう人がペラペラなもんですから、なんか深淵深まるような話とかできないんです。本当はねもう一個あったんです、過去キャストの好きな音楽は何でしょうか、知りたいですか。今度過去キャストに聞いてください、そのうちきっと聞いてくれると思います。ハバナシティ。皆さんご存知ですか、ショップチャンネルではたくさんのニューブランドが続々デビューしているんです。それでは早速デビュー間近のブランド